薬師寺。薬師寺は、奈良県奈良市西野の町に所在する寺院であり、幸福寺と共に、法省州の大本山である。会期は、天武天皇。本尊は、薬師如来。なんと七大寺の一つに数えられる。1998年、平成10年に、古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより、世界遺産に登録されている。薬師寺は、 天武天皇九年、六百八十年、天武天皇の発願により、飛鳥の藤原家、奈良県柏原市上殿、木戸の町の地に造営が開始され、平城戦都後の八世紀初めに現在地の西の家に移転したものであ。ただし、飛鳥の薬師寺、翻薬師寺の仮覧も十世紀頃までは引き続き存続していたと見られる。日本初期、天武天皇九年、 六百八十年十一月十二日上には、天武天皇が、後の地童天皇である宇野ささら、宇野のさらら皇后の病気併与を祈願して、薬師寺の混流を発願し、百層を得度、出家させたとある。薬師寺東東の屋上にある、総林支柱に刻まれた、東東殺名、東東、三名、殺は、基変に、殺にも、同種詩の記述がある。しかし、天武天皇は、 寺の完成を見ずに、主張元年、686年募集、佳羅整備は、児童天皇、文武天皇の代に引き継がれた。とうとう名には、清原宮に、天の元を統治した天皇、天武の即位8年、かのえたつの年、中宮の、後の児童天皇の病気のため、この佳羅を作り始めたが、完成しないうちに崩御したので、その意志を継いで、大乗天皇、 自等が完成したものであるという意味のことが記されている。ここで言う、天皇即位八年、かのえ達の年は、初期の天武天皇九年と同じ年を指している。すなわち、初期は、天智天皇の没した翌年、人心年、西暦六百七十二年にあたるを、天武天皇元年とするが、天武が正式に即位したのは、その翌年、 西暦673年にあたるであり、天皇即位8年とは即位の年から数えて8年目という意味である。児童天皇2年、688年、薬師寺にて武者大会、限りなき拝みという行事が行われたことが初期に見え、この頃までにはある程度伽乱が整っていたものと思われる。俗に本気によれば、文武天皇2年、698年には、 寺の造営が、ほぼ完成し、僧を住まわせている。この層建薬師寺は、藤原家の右京八条三宝の地にあった。山と三山のうねび山とか山の中間にあたる、柏原市条との町に寺跡が残り、元薬師寺跡として、特別史跡に指定されている。その後、和道三年、七百十年の平城経への遷都に、際して、薬師寺は、飛鳥から、 平城京の六条王子に面した右京六条二棒、現在地に移転した。移転の時期は昭和四年、1015年成立の薬師寺演技が伝えるところによれば、養老二年、718年のことであった。ただし、平城薬師寺境内からは、霊気二年、716年の記載のある木管が出土していることから、造営は養老二年よりも若干早くから始まっていたと見られる。 不創略記天平二年、七百三十年三月二十九日上に、市役指示等統立とあり、とう三重党が完成したのがその年のことで、その頃まで造営が続いていたものと思われる。なお、平城経営の移転後も、アスカの役指示、翻訳指示は、しばらく存続していた。資料や発掘調査の結果からは、平安時代中期、十世紀頃までは、 存続していたようだが、後に廃字となった。翻訳指示後には、近藤、東東の祖先、斎藤の真相が残っている。翻訳指示のガラン配置は、薬指示式ガラン配置と称されるもので、中央に近藤、その手前に、注文、背後に行動を廃し、近藤の手前東西に等を置く。そして、注文左右から出た回廊が、行動の左右に達し、近藤、東西両等は、 回廊で囲まれている。このラン配置は、平常薬指示においても踏襲されている。翻訳指示、平常薬指示双方の発掘調査により、両ランの建物の規模、位置関係などは、ほぼ等しく、翻訳指示のランを平常薬指示に再現しようとしたものであることがわかる。ただし、平常薬指示では、注文の規模が拡大され、回廊も幅が広げられている。 平城京の薬主寺は天禄四年、973年の火災と、京禄元年、1528年の筒井淳教の陛下で多くの建物を失った。現在、奈良時代の建物は東東を残すのみである。天禄四年の火災では、近藤、東東、斎藤は焼け残ったが、高堂、総号、南大門などが焼けた。発掘調査の結果、 西総坊の跡地からは僧たちが使用していたと見られる。奈良時代や東時代の陶磁器が多数土しており、天独四年の火災の際に棚から落ちて道中に、ずもれたものと見られる。平城系の薬師寺にある東東及び本尊薬師さん、尊蔵が、アスカの本薬師寺から移されたものか、平城系で新たに作られたものかについては、明治時代以来論争がある。21世紀の現在、東東は、 平常系での新築とするのがほぼ通説となっているが、論争は完全に決着したわけではない。11世紀成立の薬師寺演技に引用される奈良時代のるき資材帳に薬師寺には塔が4期あり、うち2期は本寺にあるという趣旨の記載があり、ある時期までは平城と飛鳥の両薬師寺にそれぞれ元の塔があったと解釈されることから、足立康氏、 町田孝一らはこれを非建設の根拠の一つとしている。現存する東東に、よそから解体移築した痕跡の見られないことからも、東東については、不創略記の記述通り、平城移転後の天平を二年、百三十年、新築と見る説が通説となっている。ただし、平城薬師寺の境内からは、本薬師寺から出土するのと同様の古い様式の瓦も土しており、 斎藤は、アスカからの移築だったとする説もある。発掘調査の結果、平常薬指示の回廊は、当初単路、柱が2列として計画されたものが、途中で袋を、柱が3列、通路が2列に、設計変更されたことが判明している。このことから、当初は、翻訳指示の建物を一部移築しようとしていたものを、途中で計画変更したのではないかとする説もある。 近藤本尊薬師三尊像については、記述の、自動天皇2年、688年、薬師寺にて武者大会、限りなき拝みが行われたとの記述、初期を重視し、この年までには増流されて、後に平城薬師寺に移されたとする説がある一方、主に様式や、中造技法の面から平城移転後の心蔵をとする説もあり、決着はついていない。 20世紀半ばまでの薬師寺には、江戸時代後期狩り再建、従来は1600年再建設や1676年再建設なども、あったの混同、行動が立ち、創建当時の画乱を忍ばせるものは焼け残った、等々だけであった。1960年代以降、名物館長として知られた高田公院が中心となって、社協館人による、 白宝が乱復興事業が進められてきた。1976年に近藤が再建されたのを、はじめ、斎藤、1981年、注文、回廊の一部、大行道2003年などが、次々と再建された。2017年5月には修行、食事に使われる実機堂が、ほぼ完成し、復興事業は、最終段階を迎えた。再建にあたっては、鉄は、 持って、数百年程度、木材、ヒノキは千年持つ。鉄を使うとその部分から腐食する。と主張する、宮大区の西岡津根市と、台風や地震、火災からの文化財保護の観点からも、鉄筋コンクリート補強が望ましい。と主張する、竹島拓一、元名古屋工業大学の意見が衝突した。結果、近藤の内陣は、鉄筋コンクリートとし、斎藤は、 鉄の使用を極力少なくし木材の乾燥収縮を考慮して、とうとうより約三十センチ高くして再建された。なお、入りもや作りだった旧近道は現在幸福寺の仮中近道として移築され、寄せ胸作りに改造され全部のひさしが取り払われるなど、外観を大きく変えて現存している。2017年5月24日に、龍谷大学と、 こうした文化財の保護、活動のほか、仏教についての研究、教育、層の人材育成などで連携する協定を結んだ。国宝、現在寺に残る建築のうち、奈良時代、天平年間に遡る唯一のもの、層高34.1メートル、総林含む、日本に現存する江戸時代以前に作られた仏塔としては、当時五十頭、 幸福寺五十棟、第五寺五十棟に次ぎ、四番目の高さを誇る。屋根の出が六箇所にあり、一見六十の棟に見えるが、下から1.35番目の屋根はこしであり、構造的には、見えの棟である。仏塔建築としては他に、類例のない印象を示す。棟の先端部の草林にある青銅製の水煙には、 起点像が透かし彫りされており、奈良時代の高い工芸技術を現代に伝えている。創林の中心部の柱の最下部には、とう札名、とう、佐名、札の漢字は基編に、札と称される名文が刻まれており、薬師寺の創建と本尊造流の趣旨が漢文で記されている。東の建築年代については、アスカの本薬師寺から移築されたとする説、意建説と、 平城京で新たに建てられたとする説、非建設とがあったが、不創略記の記述の通り、天平二年七百三十年に平城京にて新築されたとする説が通説となっている。当初、とう、斎藤の所葬内部には、釈迦八章、釈迦の生涯の八つの主要な出来事を表した、祖像群が安置されていたが、現在は、祖像の断片や気心が別途保管されるのみである。 本当は、建築様式の点では、飛鳥様式の法隆寺五十頭や法規寺三頭よりは、進んだ形式を取り入れつつ、大マデラ、東東、奈良時代末期や、第五次五十頭、平安時代初期ほどには、進んでいない、過渡期的様相を示している。中上の組物に着目すると、雲じきと雲頭を用いた飛鳥様式の塔と異なり、薬師寺党等の組物は、 後世の仏像や仏像と同様のひじきとと、マスを用い、壁面から三段に持ち出した三手先である。二手目のひじきととの上におだれがかかり、おだれの先端近くに三手目のとが乗る。たるきは、ちたるきと、ひえんたるきからなるふたの木で、ちたるきを円形断面、ひえんたるきを、角形断面とした、遅延比較と呼ばれる形式である。このように、組物を三手先とする点。 た木を二軒とする点は、アスカ様式より進んだ要素である。一方で、四リン、壁面との木裏を斜めにつなぐ材を用いず、軒天井を張ること、二手目のひじきは先端に一個の戸しか乗らないこと、後生の塔では二個の戸が乗る、丸げた、画行、た木を支える軒木げたのうち最も外側のものの、断面を円形でなく、方形とすること、鬼と、墨ひじき状に用いる、 特殊形状の塔を用いないことなどは、後世の塔とは異なる、古い要素である。奈良時代末期混流の大間寺塔塔は、四輪と鬼塔を用い、丸下田は円形断面となり、二手目のひじきには二つの塔が乗っている。一方、海流王子五重小塔は、四輪と鬼とは用いないが、丸下田は円形断面となり、二手目のひじきには二つの塔が乗るなど、 薬師寺塔塔と大間寺塔塔との過渡期的な形式を持っている。このほか、薬師寺塔塔の建築様式の特色としては、おだれが直線形であり、先端を垂直方向に断ち切っていること、三手目の塔と丸下駄の間に実比時期を用いないこと、降欄の鍵、こぎや平下駄に反りがなく、かつ、これらの両端を垂直に断ち切っていることなどが挙げられる。 気壇は構成改修されているが2009年から開始された東東の解体修理工事の際に気壇の発掘調査が行われている。その結果、創建当初の反築による気壇が良好に依存していることが確認された。また、こし柱の礎石は明治時代に据え直された可能性があるものの、深祖4点中、川柱の礎石は当初位置から動いていないことも、 確認された。被弾の下から、和道開地に4枚が出土した。前述のような特徴的な姿から、この塔を表して、しばしば、縛れる音楽という表現が用いられる。なお、明治時代に本寺を訪れたアーネスト・フェノロサが、この塔を指して、縛れる音楽と表現したと説明されることが多いが、複数の文献が、縛れる音楽を、 フェノロサの言葉とするのは誤りだと指摘している。佐々木の仏名と合図八十一はそれぞれ東々を題材にした単価を残しており、両人の可否が薬師寺境内に混流されている。地震や台風での損傷を修理するため、幾度と修理が行われている。主な修理は、近藤に安置する薬師寺の本尊。国宝、飛鳥時代後期、白宝期奈良時代。 7から8世紀の作。国宝指定名称は、銅像薬師如来及び両脇地像三句。中村は薬師如来、左は木地、向かって、右に日光菩薩、右脇地に学校菩薩を配している。造庫は、薬師如来254.7センチメートル、日光菩薩317.3センチメートル、月光菩薩315.3センチメートル。 日本の仏像彫刻が中国、陸朝や唐の影響を受けつつ、独自の古典様式を完成した7から8世紀の作品の中でも高傑作の一つとして、古来名高いものである。中尊は、唐唐冊名に、義義唐唐たり、薬師如来、大いに誓願を発し、広く慈愛を、運、ん、めぐらすとある、薬師如来である。義義とは高い峰のように大きく堂々としている、様子。 東東は、大河のように広く、ゆったりとした様子で、この表現の通り、中村像は、男性的な堂々たる造様を表す。両脇地像は、首と腰を軽くひねり、頭部、上半身、下半身がそれぞれ異なった角度を表す、三極法と、呼ばれるポーズを示す。これは、インドグップタ朝の彫刻様式の影響が、当時代の中国を経て、日本へ伝わったものである。 角像の綿棒や体育は、アスカ時代前期彫刻のような関連的表現を離れ、人体の正確な把握に基づいた自然な肉付けが見られる。一方、絵紋は深く明瞭に表され、鋭角に切り立った面を構成している。そうじて、中国、諸島様式の影響が見られる。中村の手のひらには林宝を宣告し、足裏には林宝のほか、 指に万字花を刻むなど、吉祥文が表されている。これらは、二つの三十二章に基づく表現である。中村像の台座は、千ア座の上にもう広げたもかけ座である。この千ア座には、ギリシャ、ペルシャ、インド、中国などに演言を持つ武道から草文、異国風の人物像、詩人、清流、白古、祖作、玄武などの衣装があしらわれており、ならが、 シルクロードの終着地点と言われるゆえんとなっている。制作年代については、歴史の項で述べたように、自童天皇二年、六百八十八年武者大会、実施までには完成していたとする説、日本初期に、自童天皇十一年、六百九十七年、薬師寺にて、九行百両が仏像を作り海岸放営を行った、胸の記録があることから、この時に制作されたとする説、 平常経緯点後の心臓とする説があり、決着を見ていない。685年頃の制作である旧、山田寺仏頭、現、幸福地蔵と比較すると、薬師地蔵は、鋳造技法の点で進歩が見られる。すなわち、山田地蔵では鋳造の際に、中型と外形のズレを防止するための、肩持ちと、郊外、釘がずれてしまっているが、薬師地蔵では、肩持ちと、 公害を一体化して、ずれを防止しており、同圧も一定である。こうした、中造技法の進歩を、政策年代の加工と見る説がある一方で、天皇発願の寺である薬師寺と、師寺である山田寺を、同一視はできず、技法の違いは即年代の違いではないとする説もある。東陰道本尊。国宝指定名称は、銅像観音菩薩立像。 造八188.9センチ。アスカ時代後期、白鳳期、または奈良時代、七から八世紀。レンゲ座上に直立する菩薩像で、右腕は体側に追加し、左腕は曲げ、手は肩の辺まで上げて、手のひらを正面に向ける。老型鋳造による銅像で、右手先や転移有利部などを別位とする。像表面の途筋はほとんどを落する。 後輩は、木造の候補で近世の作。薬師寺演技、五国寺本、諸寺演技集によれば、東院堂は、養老年間721年頃、元明大乗天皇の病気兵与のために、建立されたとされるが、本僧の中世以前の所在は明らかでなく、当初から東院堂の本尊であったとする確証はない。現存する東院堂の建物は、鎌倉時代のもの。 本像には自然な人体把握が見られ、中国の初頭末期から、政党初期、7世紀末の様式の影響が見られる。その一方で時代の遡る様式も見られ、制作年代については、飛鳥時代後期、白鳳期か、奈良時代、7から8世紀まで小説ある。薬師寺近藤の日光、月光菩薩像と比較すると、本像には、様式的には、古い要素が見られるが、 実際の制作時期の戦後については定かでない。日光月光菩薩像が胴部に首れの線を明瞭に刻むのに対し、本像にはそれがなく、体部の抑揚は自然なカーブで表現されている。左肩から右体側にかけては日光月光像にはない上切れを着する。腰から下には天位が上下三段に U 字型にかかる。さらに、 両脚部の図式的に整えられた、絵紋、脚部左右にヒレ状に広がる、モッソの表現など、全体に左右奏称性,性が強調されている。面相部に着目すると、口元には、アルカイックスマイルを思わせる、かすかな笑みを浮かべ、人中線をしのぎ立てて刻み、微量が鋭角的に表される点などが古様である。両部中央やモッソの左右に見られる、品事情を呈する絵紋。 もっその左右端に垂れる紐や両足の間に見られるジグザグ状のエモンドは前述のヒレ状の衣端の表現とともにアスカ時代前期様式を思わせる古い要素である。頭部にはアスカ時代後期、白宝期の菩薩像にしばしば見られる三面頭飾りを伏さず、タブサの側面から背面にかけて唐草文を表すのは珍しい。天 2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。柏原市うねび五両前駅近くの翻訳指示屋とは、特別史跡に、奈良市の薬師寺旧境内が、史跡に指定されている。薬師寺では、クラシック系の音楽や、高校生の吹奏楽から、 ポピュラー音楽まで様々な機会に多様なジャンルの音楽家による放納コンサートが開催されている。2001年には、佐田正氏が薬師事現状三蔵院が乱送供養を記念、佐田正サ氏薬師事放納公演を行い、その模様はルリコを薬師事ライブ2001としてライブ版となった。その後、2003年に大行動が再建されてからは、大行動前、 特設舞台をステージとし、近藤との間に席を設けた屋外コンサート形式が多く取られている。これまでに放納コンサートを行った中には、安全地帯、AKB48、石井達也、海バンド、スターダストレビュー、堂本剛、徳永秀明、南高設などが含まれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。